リリちゃんはもう少しでしたね。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、ラナシケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日はよくわからない人の鑑定依頼が届きました。その名も、いただき女子リリーちゃんという女性です。パッと初見、マカロンを見たときは、芸人かと勘違いしました。お見送り芸人しんいちの仲間か何かと思ったんですが、どうやら違うようでした。そして意外にも、このいただき女子リリーちゃんのリクエストは結構な数届いておりましたので、事件的にはそこそこ有名みたいです。というわけで、いつものように、まずマカロン読んでいきましょう。いただき女子の代表格のリリーちゃんが逮捕されました。女性にモテない、趣味がない男性に色恋かけてお金を騙し取ったり、マニュアルを販売していました。リリーちゃんの感想枠お願いします。次、愛知県警は住所不定、自称風俗店店員、渡辺山井容疑者25歳を詐欺幇助容疑で逮捕。渡辺容疑者はいただき女子リリちゃんと名乗り、2021年には情報商材マニュアルとおじからいただいたお金を3億円くらい稼いだ。おじとはお金を貢ぐ男性の呼び名、パパ活女性の間で広まっている。容疑者は SNS 上で、これは詐欺ではないので警察には捕まらない、捕まったとしてもそれをプラスにするので大丈夫と発信していた。次、詐欺幇助の疑いで逮捕された自称風俗店店員の渡辺舞容疑者、25歳の感想はこうお願いします。いただき女子リリちゃんの名前で X でも 1.3 万人のフォロワーがいたそうです。いただき女子の参考書、お金をいただくための設定と極秘会話法などの題名でノートで2万円程度で販売されていたと報道されています。嘘を使ってでもいかに信頼関係を築いてお金を受け取るかという方法論のパパ活マニュアルだそうです。最後、いただき女子リリちゃん渡辺舞逮捕のニュースをテレビで見かけた8月25日のですが、なかなかなおフェイスのように思います。先生はどうご覧になりますか。はい、4名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様、ありがとうございます。本名もがっつり出ていますね。今回捕まってもどうせまたすぐに出てきて同じような悪さをするでしょうから、きちんと名前とかを覚えておくためにも動画を作っておくのも良いでしょう。どんなことをしていたのかからニュースを読んで確認していきます。それでは本日の項目です。項目1、3億円稼いだ恋愛詐欺マニュアル販売。項目2、渡辺舞容疑者はどんな人物。項目3、リリちゃんマニュアルについて。項目4、渡辺舞容疑者を感想枠で見るの4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、3億円稼いだ恋愛詐欺マニュアル販売です。今回どうやらパパ活とか売春で捕まったわけではなさそうです。ちょっと変わった事件のようですので、ニュースを詳しく読んでいきます。週刊女性プライム様の記事を引用させていただきます。3億円稼いだ恋愛詐欺マニュアル販売で逮捕のパパ活女、涙あふれるぐらい全部嫌、 DV に遠行、歩んだ壮絶反省というタイトルでございます。8月23日、男性から金銭を騙し取るマニュアルを販売したとして、詐欺幇助の疑いで住所不定、自称店員の渡辺舞容疑者25歳が愛知県警に逮捕されました。彼女は男性からお金をもらういただき女子の生みの親として、リリちゃんと名乗り、パパ活男性の心をつかむ独自のマニュアル、いただき女子の参考書、お金をいただくための設定と極秘会話法を1から3万円で販売し、これまでに数十人が購入しています。逮捕のきっかけは今年3月以降、2人の男性が女子大学生20歳に合計1065万円騙し取られた事件。その際に渡辺容疑者が販売していましたマニュアルが利用されたことが判明したことで、今回の逮捕に至りました。渡辺容疑者はマニュアルを作って売ったこと、助言したことは間違いない、詐欺になることも分かっていましたと容疑を認めていると言います。マニュアルの実態につきまして、知る女性によりますと、渡辺容疑者は3年ほど前からいただき女子として活動していたということです。リリちゃんは3年くらい前からいただき女子を名乗っていました。リリちゃんの販売していたマニュアルには、リリちゃんはいただき女子を極めたおかげで毎日ホストに通いながら毎月平均200万円を担当に貢いでいたと書かれていました。秘伝の書には一体何が書かれていたのでしょうか。マニュアルにはいくつかバージョンがあり、いただき女子のスキームは大きく分けて3つのステップに分かれ、信頼関係構築、お金をいただくための会話、アフターケアの段階があり、情報量は膨大でした。テクニックの説明もスッと入ってくる簡単な言葉で書かれています。例えばお金の無心をするときも、金に困っていることは伝えつつも、金を出してくれとは言わず、僕の方で何とかするよと言わせるまでやり取りをするというようです。他にも、好きにならせました男性がお金を出すよと言ってきてでも一度は断ることが重要なようで、そんなおじマニュアルでのパパの故障に迷惑かけるぐらいなら自分で闇金申し込むからと、あえて間違った解決策を提示しますことで相手からお金を引き出せる確率が高まるとあります。 LINE は相手が仕事中でなく家にいる時間帯にするといった小ネタもいろいろとあり、納得できるものが多かったと、同マニュアルの内容について知る女性は語りました。リリちゃんこと渡辺容疑者は2021年7月13日、
ワクロ系 YouTuber のコレコレさんの動画がきっかけで若者の間で広く知られるようになりました。拡散希望、被害者大量、おっさんを騙して3億円稼いだ、いただき女子の悪質すぎる手口と犯罪行為を公開と題しました動画で、コレコレさんに直撃取材を受ける形で出演し、現在までに245万回以上も再生されております。動画で彼女はいただき女子がお金を援助してもらうまでの流れやコツを説明しています。ターゲットは孤独で生きる意味を見出せないモテないおじさんです。相手に興味を持つ会話をして仲良くなり信頼関係を築き、その後相手が不安になるような嘘の理由でお金が必要なことを伝えることでお金を騙し取ると言います。稼いだ金額は2年半でなんと2億円以上にも上ると言います。さらに確定申告をしておらず贈与税の対象であることも知らないことが判明し、コレコレさんも知らなかったでは済まないからね、動画出したらお前逮捕だよと唖然とする一幕もありました。当然コメント欄には批判も多く寄せられる結果になりました。一体リリちゃんはどのような人物だったのでしょうか。昨年9月16日に YouTube の細狂い葵のチャンネルに出演しましたリリちゃんは自身の壮絶な過去を語っております。子供の頃は人と関わるのが苦手で集団を嫌うタイプだったと言います。幼少期からアトピーがもう全身血まみれみたいな感じで入院するレベルでひどくて、家庭のストレスもあったからなんだろうけど、それであまり小学校に行けてなかった。中学もあまり記憶ないけど、いるのかいないのかわからない感じの存在、集団でいるのが怖くて嫌って逃げ出しちゃう。高校生の時相変わらず人と話すことが苦手だった彼女はコンビニでバイトした時にお客さんにありがとうと言われて嬉しかったことがきっかけで、感謝されるようなことをやろうと思ったと言います。自身の家庭環境につきましては一般的に言えば複雑な家庭とし、父親的な人は DV だったりそういう感じの人で、母親は世間体を気にするタイプということでした。小学6年生の頃から家にいたくないという強い思いから家出をし、ネットでつながりました男性の家に行くようになります。中学生の頃に援助交際を始め、18歳の頃はソープで働き始めました。同時に高校の先輩に誘われまして、ホストの楽しさも知るようになり、ホス狂いの仲間入りも果たしたと話しました。今年から始めました YouTube では風俗嬢の日常を赤裸々に語り、 X 旧 Twitter ではフォロワーからの質問に答える活動をしていました。どちらもリリちゃんはホームレスですというハンドルネームで活動しており、名前の由来につきましては5年前から自分のお家がありません。身分証も家も保険証もないと言います。そんな彼女は逮捕される少し前に X で現在は頂き女子の活動をしていないと宣言していました。さらにホスト通いも卒業したようで、フォロワーの質問に答える形で次のように綴っていました。今までホストクラブにお金使うために稼いで、おまけの金でずっと自分は生活してたから、その行動源のホストクラブが抜けてしまって最近稼ぐことの大変さを知った。ホストクラブに通ってても貧乏だったけど、さらに貧乏スタイル原文まま、私ホス狂いで必死で余裕なさすぎて何もどこにも行けなかった、私今はどこにだって行けるんだ、その一方で弱音を吐く投稿も見られました。心の闇を X 旧 Twitter にて吐露することも少なくありませんでした。自分の人生いらない、痛いことも嫌なことも無だって思ったら無でしかない、すぐ無の状態に自分なんてなくしちゃえば平気、でも女の子に戻ったら全部が嫌、涙溢れるぐらい全部嫌、守られてみたい原文まま、同じ女の子が勉強して頑張っている姿を隣で見てずるいと思った、羨ましいと思った、私はバカだと思った、男性から金を引き出すためのマニュアル、ある意味その研究に真剣に向き合ったとも言える渡辺容疑者ですが、それは犯罪に他ならない、現在25歳、償った先にどこにだって行ける未来が開けているだろうか。はい、という記事でしたが、いろいろとツッコミどころ満載です。彼女はどんな人物だったのでしょうか。それでは次の項目です。占いバスターズ項目に、渡辺麻衣容疑者はどんな人物です。ネットで調べましたが、渡辺麻衣容疑者こと頂き女子リリちゃんはほとんど自分の身分は明かしておらず、情報があまりありませんでした。過去にリスナーに学歴を聞かれたところ、なんと学歴はないと発言しているため、高校なども卒業していない可能性が高いと思われます。これこれさんが稼いだお金の税金の申告の話をした時には全く理解できない様子だったため、その点でもかなり学力は低いですし、一般常識も持ち合わせていないと思われます。また脱税していることは事実ですから、今後税金周りでも逮捕される可能性もありそうですね。また結婚などについては、結婚しベトナム人の夫がいると語っており、人妻 JK リリちゃんなどと自称していますが、真偽のほどは不明です。周囲からは可愛いと言われております渡辺容疑者ですが、自身のことはブスと自称していますと、このように本人のその他出身地などの詳細は見つけられませんでした。それでは次の項目です。項目3、
リリーちゃんマニュアルについてです。ネットでは2000人以上が購入したと言われております。リリーちゃんマニュアルですが、どんなことが書かれていたのでしょうか。ここでは要点をまとめて説明していきましょう。マニュアルによりますと、いただき女子活動は大きく分けて3ステップに分かれています。1、信頼関係構築。2、お金をいただくための会話。3、アフターケアです。ちなみにテキスト量は多く2万5000文字もあります。この子一人で作ったとは思えませんので、誰か仲間がいる可能性が高いですね。また全てに触れていきますと動画が長くなりすぎますから、ポイントポイントを解説していきます。信頼関係構築ですが、ここでは相手との信頼関係を築くための会話スクリプトと、どんな相手を狙ったらいいかが書かれています。相手のことを知った上で、相手に自分と話すと楽しいと思わせることが大切で、相手の喜ぶ会話を心がけた方が良い。そして狙う相手はエロ目的を表に出してこなくて、かつ友達が少ないおじがいいとのことです。また毎日 LINE をすることが大切とも書かれています。日常会話を続けていく中で返信速度が上がってきたら、相手を褒めることが重要のようです。相手のことが好きだというスタンスで会話をすることがポイントとも書かれています。付き合っていることが前提の会話をすることで、誰かの特別な存在になったことのないようなおじはすごく喜んでくれると書いてありました。次、2のお金をいただくための会話です。信頼関係が構築できましたら、嘘を使い金を引き出すフェーズに入ります。ここで毎日 LINE をしていることが大切になってくるようです。毎日 LINE をしていましたら、相手から急に返信がなくなることでトラブルを匂わせます。そして数日経ってから、家賃を滞納している、借金取りに追われているなどの嘘をつき、おじに僕が何とかするよと言わせることが基本の流れのようです。家賃滞納の話をする場合は、何月何日から滞納している、滞納した理由など狂言の設定を詳しく考えることの重要性や、いきなり全ての設定を出すのは下策で、情報を小出しにすることで相手の理解を深めることが大切だと言います。また LINE を送る時間も、項目1で書かれていましたように、仕事中ではなく相手が家にいる時間を狙うと記載されていました。金に困っているということは伝えつつも、金を出してくれとは言わないことが重要な箇所です。おじだから相談した、金目当てではないということを会話で伝えた上で、相手側から僕が何とかするよと導くのがポイントです。3、アフターケアです。アフターケアは大事です。アフターケアをしないとトラブルにつながりますので、きちんとアフターケアをすることで次のいただきにつなげることもできると記載されていました。お金を出してくれたおかげでどう助かったのか、何にいくら使ったのか、これからどうするつもりなのか、相手の助け舟がなければどうなっていたか、将来を予感させるようなことなどを伝えますことで、相手の満足感を持続させれるらしいです。この後は最初に戻って頃合いで、おじに嫌われたくなくて言ってなかったんだと言って、またさらなる嘘でお金を引っ張り、相手がパンクしたらフェードアウトというのが一連の流れになってきます。金を引っ張りやすいおじの特徴として、1、寂しがりや孤独を感じている。2、特に趣味もなく生きる意味を見出せていない。3、人に頼られたことがない。4、女絡みが少なく恋愛をあまりしたことがない。5、借金経験があり金銭管理が得意ではないの5つになっています。これを見極めれるようになるために、何の仕事をしているのか、恋愛経験は多いか、友達が多いかを日常会話の中で探らなければいけません。逆に体目当てな人、金を払う払うと言って払わない人、生活が充実している人、自己中な人はクソおじと言って関わらないことが推奨されていました。正直僕から見ましてもよくできているというか、おそらくこの子は心理学なんかを一回も勉強したことはないでしょうが、実践で身につけたんでしょうね。非常に理にかなっています。しかし残念ながら詰めが甘い、そこがやはり学がない点ですね。それは最後に話しましょう。先に顔を見ていきます。それでは最後の項目です。項目4、渡辺真衣容疑者を感想学で見るです。では感想学に移る前に注意点だけ先にさらっと話しておきますね。僕は渡辺真衣容疑者に会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それゆえ普段僕が直接会って宣伝する人間のよくてせいぜい7から8割くらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想学と異なりかなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。また画面に映っている1枚のみではなく、ネットに落ちている画像動画を数多く見てきています。では僕はワイプに移動します。はい、画像はネット上にいっぱいありました。未だに YouTube のチャンネルも消されていませんでしたから、動画もありましたので何本か見てきました。非常に苦痛でしたが、まあしょうがないですね。メイクは非常に濃いので、ある程度元の顔を想像しながら見ていくしかありません。まあそんなに本気で見なくてもある程度は想像がつきます。顔型自体は悪くありません。
こんな風に捕まり、男からお金を巻き上げていた女の子だからという先入観が入ってはいけません。きちんとメンソはメンソで見る、そこが大事です。額や生え際は常に隠していますね。絶対に前髪があります。見せたくないのかもしれません。なのでここはスルーします。で、次に眉毛なんですが、眉毛も強ではなく吉寄りですね。そして中低レイアウトです。陰道と電卓は並走であり、参考はマイナスです。目は非常に読みづらいのですが、6対4の喫緊合わせ持ちです。こんな事件を起こした女性ですが、すっごい悪いとも言えません。一つにはまだ若いという点もありますが、こだわりが強く執着してしまう点もありますが、仕事なんか悪くないですね。中低部分のレイアウトになりますと、参考が広いのは気になりますが、大凶ということはありません。ただ画算、類道あたりはメイクで一切わかりません。申し訳ございません。鼻はまあ普通、通常層ですね。人中はマイナス、ほうれい線は普通、頬、エラ、顎なんかもネガティブリーディングにはなりません。口元は自分の自信のなさ、そして開いているところ、喋ってるところを動画で見ますと、品性、知性はないのは誰でも一瞬でわかります。はい、ということで渡辺麻衣容疑者を全体的に見ますと、若いのと濃いメイクで、そこまで今日がにじみ出ておりませんでしたので、現在ストレートに忖度なしで宣伝しますと、そこまでめちゃくちゃ悪くないそうと言えるでしょう。先天的な要素はそこまで悪くなく、育ちや環境が良くなかったのは間違いないでしょうね。そして最後になりますが、リリちゃんマニュアル惜しかったですね。僕もメンバーシップ配信で話しましたが、モテない男性を女性が狙う方法、彼女は実践で身につけていたのでしょうが、良い線ついてます。しかし騙すのと詐欺の部分がいけませんでした。僕ならばもっと完璧なマニュアル作れます。ただおじを騙すのではなく、ホステスやキャバ嬢がいかに客をつかめて売り上げを上げれる方法、リリーちゃんマニュアルの10倍は効果があるものを余裕で作れます。リリーちゃんも次は男の心をコントロールする方法と変えて、男から詐欺るのではないテキストにした方がいいんじゃないですかね。正直攻め方、狙い方、あとターゲットの相手もそう間違ってはいません。おそらく情報商材として売っていたのならば、誰かパートナーとか組んでいた人間がいたはずですが、脇が甘かったですね。詐欺や詐欺幇助となる内容はダメです。ただ僕の女性相談者様には、今回のリリちゃんと同じようなことをして生きているホステスやパパ活女子もいっぱいいます。相手を騙してお金を奪うのと協力してもらうというのは紙一重なんです。その部分の書き方を間違えたら、それは逮捕されますから捕まって当然です。リリちゃんはもう少し頭の良い人と組むべきでしたね。そしたら逮捕はされていませんでした。非常に惜しい、爪が甘い今回の件でした。はい、ということで今日はいただき女子リリちゃんの感想学をやらせていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金すべて無料ですから、気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。